新千歳空港で行われたのは、おととい達成されたエアドゥ搭乗3000万人を祝う記念セレモニーです。搭乗客代表として抽選で選ばれた工藤美久さんは、偶然にも航空会社希望の就活生で、ぬいぐるみなど記念品が贈呈されました。すごいびっくりしてるんですけど嬉しいです。就活割があるので、道民の就活生にはすごい優しいなと思います。エアドゥは北海道を拠点に1998年から就航を開始し、現在は東京のほか名古屋や仙台など10路線で就航しています。